ローボトロン社のロゴベブコンビナートローボトロンは旧東ドイツの人民公社。パソコン、ミニコン、メインフレーム、各種周辺機器、ラジオやテレビなどを生産する旧東ドイツ最大の電子機器製造集団であった。ドレスデンに拠点を置き、1989年の時点で6万8000人の雇用者を有していた。東側の国営企業でありながら、 高いコンピュータの技術を持ち、とりわけ西側諸国のホームコンピュータに相当するクラインコンピューター KC85 や KC87 を人民に供給する能力を持っていたことは特筆される。最大500キロ棒の通信速度を誇る教育用のネットワーク規格ロールネットを1987年に策定するなど周辺の技術にもかなりのものを持っていた。 ベルリンの壁崩壊後の1990年6月30日、国営コンビナートとしてのロボトロンは解体され、各製造部門は株式会社の形態に生まれ変わったが、1990年代にそれぞれシーメンスニックスドルーフなどの会社に吸収されて消滅した。ロボトロンのプリンターは西ドイツでも、ソアムトロンやプレジーデントなどの名で販売され、コモドールの西ドイツ支社も、 自社のプリンターにロボトロン製パーツを使用するなどしていた。一方、東ドイツではエプソンのプリンターがロボトロンブランドで販売されていた。ありがとうございます。